はい、葉月武官です。え、アジア旅行者？はい、ちょっと待ってください。あ、もしもし、アジア旅行者のジミーです。チケットが手に入りました。それでお手数ですが、葉月さん直々に取りに、昼12時ドブ板のゲームセンターへお願いします。りょうさん、何です？今の電話。チケットさ、香港行きの。そうっすか、出かけてくる。あ、はい。めぐみちゃん。あ、お兄ちゃん。お兄ちゃん、ミミちゃんって人間だといくつくらいか知ってる？3歳くらいかな。ブー、5歳ぐらいなんだよ。そうなのか。めぐみ、動物図鑑でお勉強したんだ。えらいな。ミミ、寒くないか？じゃあ、またな。ミミ、元気そうだな。かわいいやつだな。ミミ、寒くないか？俺のことも覚えてくれたみたいだな。ミミ、元気そうだな。かわいいやつだな。寒くないか？すいません。ん？近藤さん。あら、りょうちゃん、いつも元気そう。寒いから風に気をつけないとね。はい。原崎。
葉月くん、いつでも相談して。わかった。12時にゲームセンターだったな。船のチケット、ここね。でもお前、香港行けない。乱亭の仲間か。俺様が乱亭様の恐れ多い。じゃあ俺何の用だ。お前、修験達のこと知ってる。その情報を俺様によこす。乱天様修験達をお嫌い、俺様褒美もらえる。お前、乱天のこと知ってるのか。何者なんだ乱天ってのは。俺様より強けりゃ教えてやる。リョウさん、邪魔が入った。お楽しみ取っておく。今日は黙って休んでください。いつもすまないな、イネさん。
どういうことだ。ああ、くそ。待て。よっ。おっと。ほら。はい、やっと。おい、待て。ちょっと、何すんのよ。あ、待て。なんだ。邪魔だ。すいません。なんだ。すいません。すいません、勘弁を。チケットをよこせ。うわ、ありません。ふざけるな。すいません。すいません。うちの店員が金を持ち逃げしてしまって。でも勘弁してください。これでも寮も子供がいるんです。そんなこと知るか。まだチケットを受け取ってないんだ。あのフィリピン行きのチケットならここにあります。こんなものもらったって。夜逃げしようと用意してたんです。この通りうちは不当たりを出して倒産。もうどことも取引できないんです。ふざけるな。あの男は何者だ。よく知りません。でもマッドエンジェルスの仲間らしいです。マッドエンジェルス。そいつらどこにいる。言えません。奴らに殺される。港です。ボスは誰だ。知りません。でも奴らは港の労働者を仕切っています。港で働けば会えます。なぜだ。死に入りには必ずご挨拶があるそうですから。港か。葉月くん。原崎。どうしたの。ん。何かあったんでしょう。いや。喧嘩？いや、そうじゃない。お願い、危ないことはやめて。大丈夫だ。私、葉月くんにもしものことがあったら。心配するな。きっとよ、約束して。ああ、じゃあまたな。ゆり子さん。あら、りょうくん。港でバイトできるとこ知りませんか。私は港の方のことってよくわかんないな。そうですか。すいません。ん？何ですか。この辺でバイトできるところ知りませんか。バイト？警備員ですか、それとも運送ですか。どちらでも構いません。じゃあ事務所を訪ねてみたら。事務所？ここには警備会社も貿易会社も事務所を出してるんで。わかりました、行ってみます。
すいません。ん？なんじゃ？あの、この辺でバイトできそうなところ知りませんか？お主、わしが働いてるように見えるか？え？引く相手を間違えとると言っとるんじゃ。バイトなら事務所か作業員にでも聞けばよかろう。ホームレスになりたかったらわしに聞け。そうですね、わかりました。すいません。はい、なに？おばさん、アルバイトをさせてもらう。港の仕事がきついのか？いえ。仕事がないのか？ええ。なんとかしてあげ。おばさんも雇われの身だからね。アルバイトは？お兄ちゃん若くて元気そうだから仕事なんていくらでもあるよ。ここに来る人にも聞いとくよ。ありがとうございます。トム。はい、ウィオ。ちょっと聞きたいんだけど、この辺でバイトできそうな。だったら？いや、できればこの辺の倉庫か船で働き。Oh no! トムのフレンドの船はもう行ってしまった。そうか。他にできそうなところ知らないか？ Sorry。 わかった。あの、Sorry、今ちょっと急いでる。日坂さん。りょうくん。この辺りで。バイトを探してる、募集してるとこ。さあ、私には分からない。この辺りで作業してらっしゃる方に。そうですね、バイトのこと。港で働。そうですね、ありがとうございました。じゃあ失礼。バイトのこと。この辺り。そうですね、ありがとうございました。じゃあ、ま